ありがとうございます。はい、今日は皆さん改めまして、そもそも ZEP ワンマンツアーリアル横浜公演来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。というわけで新書になりました。どうですか、どうですか、やっと見れた。お待たせ、本当にお待たせしました。お待たせしました。かわいいでしょ。かわいいです。ちょっとね、今回は、はい、緑ベースでメンバーカラー的なものがあると言ってたんですけど、うん、もうね、ちょっと定着してきましたね。そうですね。ちょっとモチーフも今回入ってまして。そうなんですよ。じゃあミキからな、属性、属性ですね。属性、属性、水属性でやらせていただきます。でも、衣装さんには水たまりと言われております。水たまりさんです。かわいい。かわいいよね。土、はい、土さん、私はちょっとわかる、難しいんですけど、お花です。かわいい。かわいい花びら。花びらついてるんだよ、うん、前は、はい、私は雪です。かわいい。ポンポンついてる。ポンポンがいっぱいついてます。かわいい。いいね。結構は、はい、私はですね、蝶々です。蝶々、飛べそう。そうレースがついてるのってすごい、ふわふわになってるんですか。そうなんですよ。こちゃんは、私はね、全然分からないと思うんですけど、分かんない。何だろう。炎やねん。あ、そうなんだ。そうなんだ。難しいわ。せやんな、難しかったよな。一番難しいと思う。うん、コモは、私はですね、一個言わせて。こ、何なの、骨折れてんの、ここ。ありすぎやろ。見てこれ、やばい。怪我してる人いる。怪我人みたいだよね。こんないる。手術後、まあ、ごめんごめん、そんなことは置いといて、はい、く、草バラ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 。草タイプです。草だ。かわいいね。はい、はい、私は太陽です。かわいい。このお日様モチーフのバッグがポイントです。めっちゃかっこいい。かわいい。そう、いい感じやね。いい感じ、ね、戦えそうな衣装になる。戦えそうですよね。私バトルだ、バトルだ。そう、ここからね、この衣装でやっていきますので、うん、この衣装の様々を愛してもらえたらなと思います。はい、お願いします。じゃあね、はい、せっかく横浜にね、今日が出たということで、私たちから気持ちをね、みんなにね、伝えるので、聞いてください。はい、アーニさんから。はい、かぐやおねです。今日は改めて来てくれてありがとうございます。加入してからすぐ約2ヶ月後に発表されたこの ZEP ワンマンツアーだったんですけど、もう気づいたら今このステージに立っています。 ZEP をやるにあたって手売りをしたりとか、無茶振りの100枚企画をやったりとか、もちろん普段のライブでもそうなんですけど、なんかこの ZEP に向けての活動を通して、もう総門にはもう本当にたくさんの感謝しなきゃいけないな、支えられてるなっていうのをこう身に染みて感じることができました。そして今日初めてこのライブを見に来て、そもそもに出会ってくれた皆さんも本当にありがとうございます。これからここにいる出会ってくれたみんなを、そもそももっとついていきたいって思ってもらえるような、そんな存在を目指してこれからも頑張っていきます。そしてそもそもに支えられてるなじゃなくて、そもそもがみんなの日々の楽しみとか支えになれるように、これからも精一杯頑張っていきます。末永く応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、今日はZEP横浜来てくれてありがとうございます。坂井さんにね、ZEP横浜とZEP新宿でやるよって最初百節不当の時に言われた時は、正直もう実感が湧かないというよりは、なんか私たちの身の程に合ってないすぎて、それはちょっと無理だよみたいな、正直は喜べない気持ちの方が強かったんですね。だけどこうしてたくさんの人に集まっていただけて、本当にもうたくさんの方が今日きっとお誘いとかで来てくれた方もいると思うし、そもそも新しく知ってくれた人もいると思うし、本当に嬉しいです。私たちのこういう手売りだったりとか、そういう普段のそういうね、あれをしなくてもこう人が集まるくらいにでももっと本当はなりたいんで、これからまだまだ前進あるのみですし、ZEP横浜まだ何回も何回も立ちたい、これ最後とか絶対嫌だから、まだまだ立ちたいんで、これからも本当に応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ヤゴのことこです。私は京都出身で、もともと芸能活動がしたくて、女優さんとかモデルさんとかをしたくて、私は東京に来たんですけど、
なんか全部もうやめちゃおうかなっていう時にたまたまプロデューサーの酒井さんに出会って、今そもそもになってるんですけど、こうやって4年半5年約5年続けてこれたのは、やっぱりそのものみんなが私をアイドルにしてくれたからで、今日があります。本当に今日までもこれからも愛してくれたら嬉しいし、愛してくれて本当にありがとうございます。まだまだそもそもは上に行きます、みんなと一緒に。なのでこれからも応援をよろしくお願いします。月読恵子です。改めて本日はお越しくださりありがとうございます。今日そもそものことが本当に好きで来てくれた人もいっぱいいると思うし、友達に誘われて来ましたの人もいれば、本当に初めてで何も知らずに来ましたの人もいると思います。いっぱいその中にはもしかしたら今日のライブが心に響かなかった人もいるかもしれないし、もう今日ここで会ってもうこの先二度と会わない人ももしかしたらいるかもしれない。だから多分きっといるんです、そういう人って。でももしこれから先も私たちを見ていてくれて私たちについてきてくれるって言うんだったら、絶対に私たちはそれを後悔させないし、絶対に楽しませてみせます。そもそもはアイドルだけど全然完璧じゃないし、かっこいいだけじゃないし、なんか人間臭いというか泥臭さもいっぱい持ってるグループなんですけど、それも含めて見ていてすごくこう思い入れを強く持って応援したいと思ってもらえるグループなんじゃないかなって思います。今日余っちゃったチケットとか埋まらなかった席はここにいるみんなとこの先埋めていけたらいいなと思います。今日は来てくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。シャンシャン舞です。うまく話せないので紙に書いてきました。今日は来てくれて本当にありがとうございます。コモに加入して9ヶ月でこんなに大きなステージに立てて嬉しさと感謝でいっぱいです。加入して2ヶ月で4周年ワンマンをした時、あの頃はただ目の前のことをがむしゃらに頑張っていました。でも今日までたくさんの時間がある中で、自分はこれでいいのか、個性ってなんだろうってそう考える時間が増えて、人生で初めてネガティブな感情を持つことがありました。そんな自分が嫌な時に周りのみんなに、舞は舞らしくいればいいと言われました。その時にあんなに大切にしていた笑顔を忘れていることに気づきました。自分は素直で、それが時に悪い方向に向いてしまうことがあります。でもその時はまた学んで、みんなに頼らせてください。これからもたくさんみんなの力を借りさせてください。でも私は笑顔と全力パフォーマンスでみんなに恩返ししたいと思います。今日もそんな自分の強みを出せたんじゃないかなって思います。これからもいろいろたくさんあると思います。でもソモとシャンマイについてきてほしいです。改めて今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、止まらない千尋です。今日はリアルに来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ソモに加入してからこれが大きいワンマンは2回目なんですけど、1回目の百節不当っていうワンマンではなんかソモらしくできたとかツイッターとか投稿とかでいろいろ言ってたんですけど、実際いつまで経ってもソモに染まりきれてないなって思うところが多くて、で強くいなくちゃとか自分の弱みを逆に隠してたりしてたんですけど、ようやっと最近なんか一番そばに弱さがあって、それをやっと自分が受け入れられた瞬間に自分らしさっていうのが出てこれるようになって、そんな気持ちで今日このリアルを迎えられることができて本当に嬉しいです。でその自分の弱さを受け入れられたのはここにいるソモモンの人たちとメンバーとか運営さんとかみんなのおかげだと思ってて、多分この中にいっぱい自分の弱さを認めたくない人っていっぱいいると思うんですけど、このそもそもがそういう弱さもいいよっていう居場所にあれるように
私がそう望んでいたように荒れるように、これからたくさんたくさん音楽届けて、もっとそもそも好きだよって人が増えていけたらいいなと思っています。なのでこれからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。アルティメットミキです。今日は来てくれて本当にありがとうございます。今年この前の1月で私はアイドルとしてデビューして5年を迎えました。でそもそもは7月にデビューして、その前1月デビューしたのはそもそもの前のグループ、前身グループと言っているグループを私がやっていたんですけど、そのグループ名がシーン24っていうんですよ。初めてこの大きい舞台で前のグループの名前を出すんですけど、その由来はシーンっていうのは今私たちのリアル、その何景色、見てる風景とかを一緒に見てもらいたいなっていうのと、この24っていうのは、まあ、1日が24時間とかもあるんですけど、24歳までに ZEP に立つ、 ZEP でワンマンをするっていう目標があって、その名前を付けました。今のアカウントを作った時もアカウント名アットマークのやつが ZEP アンダーバーミキみたいなやつだったんですよ。実はそれぐらいアイドルを始めた頃からの絶対に叶えたい、その口だけの目標じゃなく叶えられるような叶えたい夢っていうのが ZEP でワンマンをすることでした。私は本当にそれを叶えることができて嬉しいです。今日集まってくれた皆さん、この先もそもそもは素敵なライブ届けて人生に幸せを届けたいと思います。今日はありがとうございました。今日ここにいる人だけじゃなく、もっといっぱいの人でいろんな素敵な景色ね、見せていきたいと思ってます。はい、ちょっと難しいです。はい、何でもミキがさ、この話をさするまで私たちはしないっていうかさ、うん、黙ってたっていうか、う、まあ、ミキが最初にこれをみんなの前で言うものって思って、 うちら、うん、式メンバーがミキ、ケイコトコなんですけど、今残ってるのがもともとその新24の由来も知ってたし、掲げてた夢も知ってたし、私は個人的にメンバーの夢をなんか全部叶えていきたい、そもそもとして。私はそんなになんかこれやりたいとかがあんまりない人なので、そのミキがやりたいって言ったことは絶対叶えたいし、ケイコがやりたいって言ったことは叶えたいし、なんかそれこそ今メンバーいる7人6人私以外の6人が叶えたいこと全部叶えたいとかずっと思ってたんですけど、なんかそれが一個、ね、でも最初に言ってたやつが叶ったっていうのはすごい嬉しい。なんかみんなはうちらが続けて頑張ったからだよとか言うんですけど、そんなことないです。みんながいてくれたから頑張れた、それだけです。本当にアイドルって本当にファンの人がいないと成り立たないんですよ。存在価値だってないし、娯楽やしなって言ったら、そうなんです。そう、コロナ禍とかすごいそういうの感じたりとかもしたこともあるし、なくても生きていきたい、ね、そうなんだよ。でもこうやってみんながそもそも必要として今日ここに来てくれたっていうのは本当に嬉しいし、今日一人でもまたそもそもみこと大好きになってくれたら嬉しいなって思います。本当にね。ね、ありがとうの気持ちでいっぱいですよ、ね、じゃあそんな好きなみんなと写真ですか。写真、あ、はい、まだだった。偉い人見てはるから。なんかね、横で見てはるから偉い人。偉い人がいる。ちょっと発表はあんねんけど。あ、発表のがある。絶賛したよもう。え、発表はあんねんけど。いい。はい。じゃあどうぞ。発表していいですか。はい。お疲れ様。え、なんかそんな軽い感じですか。え、何？いつも軽い感じで言うけどね。まあ確かに。はい。ということで改めて、本日は、お越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、そうですね、まあ、ZEP ツアーというかね、ZEP2 公演やりますって言って去年の7月、ね、はい、言いましたけど、本当にメンバーがね、日々努力して活動してくれたおかげでね、まあ、本当に、今日という日は迎えられること、本当にメンバーのみんなもそうだし、運
運営、他のマネージャー陣もそうですし、今日携わってくれた皆さんにと、あと今日本当もちろん来てくれたお客さんに改めて、ありがとうを伝えたいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと発表がございまして、はい、はい、そもそも久々にアルバムを発表します。やったねー、はい、いつぶり。そんなあのね、今度ゼップ2公演やるよとかすごいこと言わないからね。さすがにね、はい、さすがにね。で、これもちょっと初めてなんですけども、はい、未発表の曲を8曲、収録したアルバムを、出す予定ですので、皆さんはどの8曲、どんな8曲になるか楽しみにしておいてください。全く新しいってことですか。あ、全く新しいです、もちろん。やば、今まで、ね、やばい、出してきた曲をね、一つにまとめるみたいな感じのアルバムを、まとまってへん曲もあるよな。そうですよ。そう、まとまってない曲もあるの。まあもちろんもちろん、はい、はい、それを飛ばしてと、まあ、はい、まあまあ、それも追加で入る可能性ももちろん あーなるほどね。も、はい、なるほど、なるほど。まず8曲、皆さん知らん、あの新曲8曲を収録したアルバムとなっておりますので、また、はい、発売日などはね、ちょっと楽しみにしておいてください。ということでございます。タイトルはクエスト。おお、クエスト、クエスト、はい、楽しみにしておいてくださいね。はい、はい、以上です。ありがとうございました。はい、今回は大丈夫、楽しみ。もうね、そんなね、もうびっくりするしね、発表あるからね、はい、するから、もう頑張ったから。そうですね、はい、でこの後またね、今日だけじゃないですから、新宿、そうです、新宿公演もありますからね、皆さん、新宿はね、また違うような、はい、ライブの内容になっておりますので、はい、そちらの方も絶対足運んでください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、せっかく新衣装にもなったので、集合写真を撮りたいと思います。